本番はマーティン、大のミヤクー,ボーイケイングタクです。ももだよ、ディディディフ。今日は関東地方。まあ、いろいろあるけども、カードリバ、三宅島も活用しましょう、たまには。はい。栃木県の那須。やっぱり、牧場、スカイベリー、いいですね。<laughs> 別荘もいいね。北茨城、新しく入ります。あんこう。うね、宇都宮、餃子とかんぴょう。はい。草津、草津の湯、スキー場、沼田、 これチャンスですね。はい。ひたちなか初めて入って、ネモフィラ農家おすすめです。はい。三菱、あとはまあ、高崎、まあ、ホテル、ビジネスホテルもいいし、なんでも美味しいよ。前橋はまあ、もんじゃうまそう。いちごもんじゃうまそうし、山田電気出ますね。はい。木牛はひもかうどんとパチンコ工場いいですね。栃木はまあ、小江戸の街並みいいですね。笠間水戸はやっぱり水戸黄門でしょう。ケーズ電気。はい。 深谷。まあ、野菜美味しいし、アイス工場、アイスいいですね。熊谷は一番暑いところでございます。埼玉は埼玉スタジアム、裏は埼玉アリーナですね。はい。鉄道記念館。土浦は高安の出身地でございます。初めて出てる、チーチーブ、林家太平さんの出身地、セメントですね、セメント。はい。東京の上の、まあ、動物園、美術館、博物館人気。浅草、やっぱり東京使いついと。 前ンゴジャパン。あとはまあ、お笑い屋敷ですね。はい。新大久保、大久保も初めて出ます。韓国料理美味しいよ。秋葉原、やっぱりメイド喫茶、ゲーム、アニメ、家電、量販店が人気ですね。はい。八王子も初めて出ますね。はい。東京、やっぱり新宿、バスターミナル、フルーツ、パーラー。あとは、お笑い劇場、木の国屋書店。あとは、 高約園、はやっぱり温泉と、闇売りジャイアンツですね、はい。東京駅丸の内、デパート、証券会社ですね、はい。日本橋もいいところですし、船橋、なしなしなし人競馬場もおすすめ。沢田はま、伊能忠敬、出ませんけども、ありますね、関連するグッズ。初めてです、千長屋、ラグビー場、国立競技場、新国立、 あとはヤクルトスワローズ。あとは将棋藤井聡太さんが有名で、パンケーキも美味しそう。ペコちゃんもいいですね。フルーツパーラー。地方アンテナ店はやっぱり銀座ですね。化粧品資生堂、ポーパーラーなど、はい。幕張メッセはロッテ。東京ディズニーラウンド、東京ディズニーシー、いいですね。イベントにですね。原宿は竹下通りが有名で、探偵会社。表参道ヒルズもいいね。渋谷はやっぱり、 宮下パークと言いたいところだけど、デパートとか東急ハンズ、ファッションタワー、109ね、はい、携帯、品川も出ますしね、お台場、やっぱり豊洲市場はないけども、テレビ局、あとは、大江戸温泉物語、アミューズ街もいいですね、はい。千葉はま、工場ばっかり、調子いいね、調子いいだけに、はい。中華街は横浜ですね、横浜中華街、ランド、ランドマークタワー、 サッカー、日産スタジアム、赤レンガ倉庫も有名。川崎はラゾーナビル。グランドボールはないけど、えー、富士通、半導体、あとはおもちゃもいいですね。箱根はやっぱり温泉でしょう。鎌倉もいいですね。湘南の海、江ノ島、はい。小田原も、横須賀も、海軍工場、自動車工場もあります。鴨川、シーワールドもありますし、湯河原も初めて出ますね、はい。立山、 あとは、島から伊豆大島と八丈島城を久々に出ます。というわけで東、関東の情報でした。バイバーイ。